ました。来た。来たよ。そうでした。タイミング。ほんまやな、タイミングやな。タイミングとかもなんか来た。結構遅れたな。これは遅れたな。どうした。なんか大変やなと思って。もしかしてなんか怪我とかしたかなと思って。理由。あ、どうした。ジャニーズ入って以来ぐらいの大寝坊。寝坊？まあまあまあ、はい、噂には聞いてないけど、ね、なんか60回ぐらい電話かけたらしいです。あ、3人のマネージャーと桐山君と、うん、あ、ともかけた。桐山君って仕事じゃないですよ。桐山君はターンテーブル今やってまして。ターンテーブル中にかけてくれたんや。こりゃ何でもせんといかんと思いまして、うん、この後スタジオ収録じゃないですか、うん、ありがとうございます。でも全部の無茶ぶり受けようかなって素晴らしい心得だ